はい、こちらはですね、なんというバイクでしょうか。初めてうちで入れます。そこの君、 CBR1100WX スーパーブラックバード。はい、えらいです。スーパーブラックバードです。その通り。あのですね、よくね、ブラックバードと言われますよね。ブラックバード、ブラックバードって言われるんですけども、これあのブラックバードなんですけど、正しくはスーパーブラックバードです。はい、世界最速の行動車としてですね、1996年から1999年かなぐらいまで君臨してます。で、1996年まで、世界最速だったのが、まあ言わずもがな、GGR の1100ですね。はい、でこれあれがですね、確かあの市販車で280何キロかなっていうのが出るっていうことで、ブラックバードの方が300キロということで、わずかに凌駕する形で、世界最速を塗り替えました。でその後に1300のブサですね。でその後に 12R が世界最速になってます。今なんだろうな、次はあれですかね、川崎のあのスーパーチャージャーのでかいあの変なバイクが来るんですかね。スーパーチャージャーなのかな、あれ。本当にスーパーチャージャーだったら欲しいな、無理なローンを組んでと思うんですけど、まあ、いやその話はいいとして、で、なんでブラックバードというかというとですね、ブラックバードっていう戦闘機があったんです。高校の超音速偵察機かな、わかんないんですけども、見たことある人は見たことあると思うんですけど、ちょっと変わった形をこう矢印みたいな形してるやつなんですけど、メタルギアに出てきます。メタルギアで、スネークがなんかこう乗せられて、こうちっちゃいやつをこう切り離す飛行機があるんですけども、あれがブラックバードなんですね。で、あのブラックバードが何がすごいか、マッハ3出るんです。で、マッハ3出た時の、その機構ですね、2機エンジンがあって、そこにですね、こうとんがったこう円錐状の切りのようなですね、コーンがあるんですね。で、この先端で、普通ですね、超音速時のソニックブームっていうのは先端から発生するんですが、スピードが上がれば上がるほど、このソニックブームの角度がこういうふうに切れていくんですね。もうまっすぐになってきます。で、その角度をあのコーンの形にこう合わせてやると、衝撃波で圧縮された空気によってですね、ラムジェットという機構が働きます。で、そのラムジェットのおかげで、マッハ3まで加速すると、バイクの説明からかなり離れましたけども、つまりですね、そういう驚異的な機構を持って世の中に登場した。でも古い戦闘機です。確かね、1960年代じゃないかな、結構昔の戦闘機なんですけども、そういう戦闘機を凌駕するようなオートバイになりたいぞということで、世の中に生を受けたバイクがこれなんですね。ただ世界最高速であるというのは、ホンダの中ではですね、いくつかある要素のうちの一つだったらしいんですよ。で、それよりもツアラーとしての乗りやすさ、だからシートこんなに大きいです。これめっちゃでかいです。外せるかな、どうやって外すんだこれ。あった、見てください、こんなにでかいんですよ、シート。めっちゃでかくないですか、これ。すごい大きいですよこれ、ほら、なんか盾みたいです。全身入ります。っていうぐらいですね、でかいですね。シートがでかい、居住性って言っちゃあれですけども、乗り心地がいいっていうわけです。で、あと、中低速域での操作性そのものに、優れることを目標としています。どっかで聞いたことがありますよね、それ。どっかで聞いたことがあるんです。全速度域、いかなる速度域でも遺憾なくですね、かつてない空前のパワーを発揮しつつ、操作性が素晴らしくて居住性が良くてっていうオートバイはの作り方っていうのは、ツアラー色が濃い中では、僕が覚えている中では割と BM とかですね、あっちのシリーズのグランドツアラーのモデル の制作コンセプトに非常にこう似通ってるんじゃないのかなというふうに思います。で、だからこそよく見てみると、そんなに世界最高速っていうほど戦闘的な作りをしてないっていうのが面白いですね。はい、だからフロントフォークも成立だし、
なんというかこう全体的にねボテッとしている。で、エアインテークがついてるんですけども、フロントにこれラム圧じゃなくてオイルクーラーに風を送るためのものだったりとかですね、意外とよく見てみると、よく知ってみるとですね、非常に親しみやすいオートバイだなっていうふうに僕は感じます。で、あと初期型はなんとキャブです。僕はインジェクションだと思ってましたけども、初期型はキャブでした。はい、まあ出自はそのくらいで、1100なんですけども、正しい排気量は1134かな、1137ですね、さっきメモってきたんだ。で、馬力でいうと164馬力、うん、です。プレスリリースから文章を拝借するとですね、いかなる速度域でも、いかなるエンジン回転域でも豪快で十分なパワーというふうに言われてます。はい、乗ってみたい、ぜひとも。だから車検取って先に僕試乗しちゃおうかなって思ってますけれども、じゃあとりあえず車体状態の方をやっていこうと思うんですけど、走行距離がこれ3426キロ、本当3426キロなの、ユーは分からないと言ってます。まあ、メーターが3000でもこれ実装ですね、多分あれですよ、ディスクそのものの減りとかが本当に少ないんで、これはもう実装工ですね。はい、でじゃあエンジンかけてみますよ。すごいですね。もうなんだろう、この感触、もう言わずもがなです。あまり細かい説明しなくても済みそうだ。これはすごいな。メーターは320ノアキロメーターまで振ってあります。これは今、まだこれナンバー来てないんで私乗ってないんですけど、一つだけこう今言えることがあるんですが、制御しきれないですね。はい、乗せられてるだけになると思います。はい、でもバイクってやっぱりそういうの持て余す感じのものを自分の股の下に収めて、でこう走ってくるっていうところにですね、多少のロマン、いやかなりの男のロマンがあると思うんです。男って言っちゃうと女の人にこう反感買いそうですけども、その点においてですね、このブラックバードはでかくて黒くて太いわけですね。はい、そうしたものをですね、自分のこの股の下にこう収めてですね、ものすごいスピードを出すと、速く走る、行ってくるっていうのはですね、もうなかなかだんだんこのね、おっさんじみた下ネタにこうビデオをプチッと切る方も多くなると思うんで、はい、この辺でやめときますけども、はい、車検付きです。で、基本的な部品交換をします。オイルとか冷却水とかですね、バッテリープラグ、そういったものですけども、タイヤはかなりバリバリ残ってますね。はい、タイヤはかなりバリバリ残ってます。でリアタイヤももうこれほぼ新品ですね。これ行く地が残ってる、ほとんど使ってない。これね、ほとんど乗った痕跡がないんだよな。かなり状態としてはいい保存状態です。はい、なのでちょっと初めて扱うんで、価格帯的にはちょっと安めに出そうと思っているんですけども、僕が安めに出そうと思っているのであって、それを最終的に決めるのは皆さんだと思うんですが、割とおすすめな1台です。はい、ぜひですね、大型に乗りたい、リッターオーバー乗りたい、世界最高速を体感してみたいです、私も。そういう方がいたらですね、こいつを所有してみるといいんじゃないかなと思います。外見的にも外装的にも非常に綺麗です。焦げ傷ほぼないです。こっちも含めてね、多少の擦り傷はありますけども、全然そんなの気にならない程度です。割と神経質な方でもいけるんじゃないかというふうに思います。はい、遠方納車もやってます、もちろん。
日本全国どこにでも発送しますので、その点お知らせください。であと最近の動画で毎回言ってるんですけども、バイク乗る環境いろいろあると思います。東京みたいにですね何でもかんでも部品が手に入るところっていうのもそんなにはないと思うので、遠方で、納車する場合ですね、もしその時に何かご要望があればこっちでしか手に入らないものがあるとかですね、まあ、別にバイクに関連しなくてもいいです。この辺でしか売ってないなんかうどん一緒に送ってくれとかね、そういうのでも全然構いませんので、何かご要望があったら相談をしてください。はい、というわけで、ホンダ CBR、1100WX ブラックバードです。スーパーブラックバードですね。この機会にもしお探しの方がいらっしゃればどうぞよろしくお願いいたします。